前田工房のクラフト万歳やってまいりました。前田工房のクラフト万歳、豆チャンネルの浩司です。さあ、年が明けて2021年やってまいりました。明けましておめでとうございます。さあ、年が明けて1月1日でございます。今日ね、早速、豆チャンネルの、撮影をしているわけなんですけれども、実はですね、豆チャンネル、始まったのがですね、一昨年の、12月31日に始めて、昨日で、ちょうど1年を迎えることができました。今年も頑張って作っていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、この豆チャンネルクラフト万歳、物を作る以外にもちょっと一個ね、僕はチャレンジしてみたいことがあるんですよ。それをね、ぜひ皆さんに今日発表したいと思います。ダルダン、365日ギターを毎日練習してどれだけ成長できるかチャレンジ。はい、こんなチャレンジに挑戦してみたいと思いますね。毎日365日、僕が毎日ギターを練習したらどれぐらい上手くなるのでしょうかということです。はい、ただそれだけです。というのもですね、僕はですね、ダンスを学生時代から始めてたわけなんですけど、そのダンスを始める前に僕実はバンドを目指してたんですね。バンドやりたくて、でギター買ってギターの練習してたんですけど、そのダンスを始めたことによってギターをやめてしまったんですね。でずっと踊りだけやってて、ある時ですね、このブループリントの芝居の中でちょっとお芝居を作る上でなんか一回こう自分でキャラクターを作るって言った時に、僕尾崎豊さんが大好きだったんで、じゃあちょっと尾崎豊ファンの、人をやってみようっていうことでギターを中古で購入したんですよ。でそのギターを買って、弾き始めたことにより、あれやっぱ面白いなって思ったんですね。もうちょっと上手くなりたいなって自分で思ったんで、365日毎日やったらギターめっちゃ上手くなるんじゃないかなと思って、今日2021年1月1日から来年の1月1日まで続けたら、とか続けることができるのか、まずね、いろんなね、仕事だったりなんだりある中で毎日更新することができるのか YouTube をっていう不安はありますが、まあそんなこと考えててもしょうがないので一回チャレンジしてみたいと思います。これはもう自分に課した目標としてやっていきたいと思いますので、ぜひ僕のこの成長をぶっちゃけた話、ギターそんな上手くないです。上手くないんですけど、上手くなっていく過程を皆さんに楽しんでいただければなと、はい、あと自分の成長記録としても取っておきたいなと思ってますんで、はい、というわけで早速ね、まあ喋っててもしょうがないのでギターの練習したいと思います。で僕のね、ちょっとこのコロナ禍で手に入れたお気に入りのギターがあるので、それを、ご紹介したいと思います。じゃーん、こちらでございます。これで毎日練習しているわけです。早速練習していきたいと思います。基本的にはガリ腕でやってるというか、自分の得た情報でしかやってないので、本当は習いたいんですけど、習うの、ね、お金かかるので自分で頑張ろうと思って今頑張ってます。だから練習の教材は YouTube です。Thank you.
今のところ1月1日現在の僕の感じで弾いてみたいと思いますので、ちょっとドラム入れてみたんですけど、ちょっとよく分かんなくなっちゃいました。はい、というわけで、ね、まあこんなもんです。まだまだなんですが、今日から始まったギターチャレンジ、毎日365日続けられるのか、はい、そして僕はギターが上手くなるのか、これ本当頑張って毎日更新していきたいと思いますので、もし休んだ時は、すいません。まあこれを更新しながらクラフト万歳の方も頑張っていきますので、ね、よし1年また1年どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日更新します。